イスラム教徒ミンダナオ自治地域は、フィリピンのミンダナオ島西部にあったムスリムの自治区域。旧西ミンダナオ地方のバシラン島と、旧中部ミンダナオ地方の一部から1990年11月6日に設立された地方である。中心都市はコタバ都市であるが、この都市自体はソクサージェン地方の一部である。人口は2015年国勢調査で約378万人。この地方はフィリピンの地方の中では唯一独自の政府を持っていた。また、キリスト教国のフィリピンの中では独特の歴史、文化を持っているが、経済的には最も貧しく、治安も安定していない。ミンダナオ島やスールー諸島のムスリム諸民族は、モロと総称され、その地は、バンサモロと呼ばれている。2000年代前半には、モロイスラム解放戦線と国軍の衝突が激しくなったものの、2012年にフィリピン政府とミルフの間で、イスラム教徒ミンダナオ自治地域に変えて、バンサモロ自治地域を発足させるという、バンサモロ枠組み合意が成立。2018年には、フィリピン議会で、バンサモロ基本法が成立し、2019年1月の住民投票で批准され、2019年2月26日に、バンサモロ自治地域が発足し、イスラム教徒ミンダナオ自治地域は廃止された。フィリピンの歴史において、ミンダナオ島、特に西部地区は他の地域とは異なった国家を長年にわたり構えており、独自の文化とアイデンティティを育んできた。スペイン人によるフィリピンの植民地化は1565年にセブ島より始まっているが、ミンダナオ島西部はそれに先立つ15世紀以来、イスラム教の盛んな地方となっていた。1380年、スールー諸島の西端にあるタウィタウィ島に、アラブ人のイスラム教伝道師が到来し、以来先住民のイスラム教への改宗が進んだ。1457年にはスールー王国が成立、その後ミンダナオ島本土にマギンダナオ王国やブアヤン王国が誕生し、フィリピン北部や中部の部族にもイスラム教は広がったが、16世紀後半以降、ミンダナオ島以外はスペインに征服された。最終的なアームの範囲。1989年にアームの候補になった範囲フィリピンの大部分がスペインの植民地だった時代もミンダナオ島西部のスルタンたちは独立を保ち繰り返されるスペイン人の侵入を防ぎミンダナオ島北岸にスペイン人が築いた植民都市に対する反撃や征服を行ったが19世紀後半に至りスペインの支配下に置かれ最後に残ったスールー王国もスペインによる主権を認めた。しかしこの後もスペイン人による統治は完全なものではなく、米西戦争の結果スペインがフィリピンを放棄するまで、植民地支配の及ぶ範囲は、軍隊の駐屯地やサンボアンガやコタバトといった都市部に限られた。米比戦争の時期は、モロの反乱が起きたが、最終的に1910年代に、アメリカ軍に制圧され、次第にフィリピン他地域同様の統治が行われるようになった。またアメリカ植民地政府やフィリピンコモンウェルスの下でミンダナオ島全体にルソン島やビサヤ諸島のキリスト教徒が入植し、ムスリムはミンダナオでも少数派となっていった。第二次世界大戦後フィリピンが独立すると、フィリピン政府は国民を統合し、単一国家を作ることを目指したが、慣習的なムスリム法の下で暮らしてきた、この地のモロ人たちはこれを同化政策とみて反発した。1950年代後半から、フィリピン政府は、ムスリムの地域共同体との折衝を図る組織や委員会を設立し、一夫多妻や離婚を禁ずるフィリピンの法律が、モロ人には適用されない合意がなされたがこれは、表面的なものであった。イスラム教徒とキリスト教徒との軋轢は続き、1970年代からはフィリピンからの分離独立を求めるモロ、民族解放戦線とフィリピン国軍との間の武力衝突が続発した。1986年のエドゥサ革命でミンダナオへのキリスト教徒の移民を推進し、MNLF との内戦を行ったマルコス政権が倒れた後、フィリピン政府はムスリム共同体との話し合いや MNLF との和平協議を進め、1989年に自治基本法が成立し、ミンダナオにムスリム自治区を設ける憲法上の根拠ができた。政治的対立や混乱の中、ミンダナオ島西部、南部一帯の州都市で新設されるイスラム教とミンダナオ自治地域への加入に賛成するかどうかの住民投票が行われた。しかしアームへの加入に賛成多数だったのはラナオデルスル州、マギンダナオ州、スールー州、タビタビ州の4州だけであった。不完全な自治に過ぎないという MNLF による反発の中、アームはこの4州だけで1990年11月6日に発足した。式典は自治地域の首都とされたコタバ都市で行われた。2001年以前の住民投票でアーム入りを否決した州や市へアームを拡大するための新法が成立したが、マラウィ市とバシラン州だけがアーム入りを希望した。また2006年11月、マギンダナオ州北部からシャリフ・カブンスアン州が分離し発足したが、2008年に最高裁によりアームには州や市を新設する権限がないとされ州創設は無効となった。一方、フィデル・ラモス大統領のフィリピン政府とヌル・ミスアリ率いるモロ民族解放戦線の間では、1997年7月に和平協定が成立し、和平交渉が開始された。和平に反対するモロイスラム解放戦線の勢力の増大、2000年のジョセフ・エストラーダ大統領による和平協定破棄、フィリピン国軍とミルフの武力衝突など和平に逆行する動きが続いたものの、ベニグノ・アキノ3世大統領の下でミルフとの対話が進み、2012年10月15日にはフィリピン政府とミルフの間でバンサモロ枠組合意が調印され、失敗した実験であるアームに代わり、バンサモロ自治地域が設立されることが決まった。2014年3月27日には、アキノ大統領とミルフのムラド議長の間で、バンサモロ包括合意が調印され、バンサモロの法的地位を定める、バンサモロ基本法の制定を目指すこととなった。その後も、ミルフと国軍の衝突、基本法の審議の中断などが続いたが、2018年7月26日、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領が、バンサモロ基本法に調印。2019年1月21日にアーム住民に対してバンサモロ基本法の成立を問う住民投票が行われ、同時にイサベラ市とコタバ都市では新自治地域への編入を問う住民投票が行われた。2月6日にはコタバ都州の一部とラナオデルのルテ州の一部のバランガイで新自治地域への編入を問う住民投票も実施された。投票の結果、バンサモロ自治地域を成立させるバンサモロ基本法は批准され、同時にコタバ都州の西部のマチ村に属する63のバランガイがコタバ都州に属したままバンサモロ自治地域に編入されることが決まった。2月22日にはバンサモロ暫定自治政府が発足、2月26日にイスラム教とミンダナオ自治地域はバンサモロ自治地域へと移行した。ありがとうございます。